こんにちは。今日はオートマミニの、暖気運転について、お話しようかなと思います。これは今96年式のケンジントオートマですけども、暖気運転は何分ぐらいしたらいいんだろうと、オートマミニとマニュアルミニとどう違うんだろうというところをよく聞かれるものですから、ここは、まずはエンジンのメカニズムをちょっと模型とか現物見てもらいながら、ご説明したいと思います。今日用意したのがこれが、これ前期型ですね。同じような、96年以前のオートマのエンジンになりますけども、これからまあ安心オートマにしようかなと思って今エンジンを下ろしたものです。まあ、これを元にちょっとお話をします。もちろんご存知のようにエンジンのエンジンとミッションが、一体になっているのはマニュアルミニもオートマミニも同じです。なのでエンジンを潤滑する、エンジンオイルと、これはオートマ、これオートマミッション、ここにありますけどオートマミッション、を、まあ、駆動するような仕組みの、オートマミッションと同じオイルを使っているということは、まあ、ご存知の通りだと思います。で、何が違うかというと、ここの部分にこれコンバーターがあります。マニュアルミニでいうとここはクラッチに当たるところです。でクラッチ板の場合は、まあ、板と、まあ、クラッチ板がペタッとついて、直接、まあ、ハンクラッチで滑るあのハンクラになりますけれども、ピタッとつけて、1対1の関係であの動力を伝えるというところになるんですけれども、オートマの場合にはここが、このコンバーター、流体継ぎ手って言います。オートマの、 まあ、流体流れ、液体を通じてその、動力を伝えるということになります。なので、構造これになります。現物はこれがコンバーターです。コンバーターで、これコンバーターこの中にオイルが入ります。この中に約3リッターぐらいのオイルが入って、動力を伝えることになるんですけども、ここで、まあ、ここに見えてますね。こんな形で、コンバーターが見えてます。これ、まあ、ぐるぐる回りながら、動力、エンジンの回転がここに伝わって、それを、ドロップギアによって、ミッションに、オートマに伝えていくっていうことなんですよ。ここから、ここまでは、エンジン、マニュアルと一緒ですけども、この、クラッチ板の代わりのこのコンバーターが違うと。まあ、お話した通りなんですけども、ここに3リッターが入るということで、オイル全体のオイルの量はオートマの場合には8リッターぐらい入ってます。まあ、コンバーターに入る量が普通のマニュアルミッションに比べて多いわけです。そうすると、何が起こるかというと、まあ、毎日乗ってたりすれば、このコンバーターに入ってる、まあ、このコンバーターが、ね、コンバーターが、まあ、ここにあるわけですけども、その中に入っているオイルは通常は漏れてこない、まあ、ロープレッシャーバルブというもので、下に垂れてこないようにある程度保持するようにできていますけども、それがだんだんいろんな、まあ、古くなってきたりすると、バルブが緩くなってきたりすると、このコンバートの中に入っているオイルが下に垂れてしまいます。どうなるかというと、この中に3リッター入っているけども、オイルパン、オイルレベルゲージというのはここから、まあ、ここから刺すんですけど、大体この辺まで来ます。そうすると、この辺りですね、この今丸印のあるところ、丸い穴があるところ、この辺までオイルが入っていればいいよということになります。で、なのでコンバーターよりだいぶ下の方にオイルが溜まっているわけですけれども、このコンバーターのオイルが徐々に落ちてきて下に溜まってきてしまうと、どん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 このオイルのレベルゲージが上がってきます。まあ、極端なこと全部この中にオイルが下に落ちちゃったとすると、ある程度の基準の線、このレベルゲージの真ん中の穴のある線よりも、まあ、全部落ちてきたら3リッター、多くレベルゲージがよりも来るわけです。ちょっと片手なんであれですけど、どうか
まあ、ロアレベル、ロアレベル、アッパーレベル、そうすると、まあ、これが3が 500cc ぐらいですから、まあ、これくらいまでもううんと増えてきちゃう。まあ、そういったことで、しばらく置いてしまったミニというの、オートマミニというのは、レベルゲージを見ると増えてるケースがあります。なので、まあ、これはオイルレベルゲージの見方も別ですけども、準備運転としてこのコンバーターにですね、オイル下の溜まったオイルがポンプで組み上げられまして、まあ、バルブボディに入って、でそれからコンバーターに行くんですけど、そこのコンバーターの中が満タンになるまでの間が暖気運転、準備運転として、必要になります。これがこのマニュアルミニと決定的に違うところです。要するに駆動系の、オイルラインが満タンになるまで準備しなくちゃいけないということです。なので車によって、オートマミニによって、その原車によって、コンバーターが保持できる、1日保持できるのか、1週間入ったままで保持できるのかによって、オイルの落ち方が違いますので、暖気運転の時間、準備運転の時間、そのオイルポンプで組み上げてコンバーターが満タンになるまでの時間というのは変わってきます。なので、まあ、オートマギの場合には暖気運転というか、温めるのではなくて、駆動系の、オイルラインの中が満タンになるというところまでが準備運転だと、まあ、考えています。はい、では実際どのくらいの暖気準備運転が必要なのかということですけれども、まあ、これは先ほどお話したように、まあ、このコンバーターの中の3リッターのオイルが、まあ、下に落ちてしまっている具合によって、どれくらいの量が落ちているかによって、その車の暖気運転の時間は変わってます。じゃあ、まあ、仮に数日間とか10日間とか長い間、もっと1ヶ月とか、車を動かさなかった、それでコンバーターの中のオイルが下に垂れてしまった、落ちてしまったということを想定すると、まあ、ここのレベル、アッパーレベルよりも増えてきますよって話をしたんですけども、多い場合なんです。で、なので、オイルレベルゲージを見るときは、一番最初、エンジンしばらくかかってないときに、しばらくボディにかけたときに、パッと抜いて、あ、多いね、ここまで入ってるねっていうのは、実際の量とは違います。なので、暖気運転のときに、始める前に、増えてなければ、まあ、自分のオイルの量がどれくらい入ってたのかっていう、ご存知の人が、前に乗ったときにどれくらいまでのレベルが入ってたかっていうのが分かってれば、それからオイルが増えてなければコンバーターからのオイルが下に落ちてないということになるので、暖気運転の時間は短くなります。逆にこれがたくさん、アッパーレベルがたくさん、の量が増えていたとすると、これは組み上げる時間、コンバーターを満タンするまでの時間が長いので、これは時間かかります。ということで、暖気運転の時間というのは、まずその前の日とか、その前の時に乗り終わった時のオイルの量が分かっていること、それがアッパーレベルのちょうどギリギリの適正に入っているとすれば、それが自分の量だと覚えておいて、で、さあ、行くん近くにエンジンかけますって言った時に、まず見ます。その時に、増えてないよ、ぴったり同じだよってことであれば、コンバーターの中には10万満タンになっているはずだと。ということで、比較的オイルラインの中にはただオイルは抜けてないから、暖気運転は短くて済むなということになります。なので、まあ、これここによって、違います。まあ、だから、まあ、分かんなければ、まあ、長ければいいよってこともあるけれども、まあ、少なくともマニュアルなんかでも、まあ、1、2分はしてねっていうこともあるから、
大体それぐらいの時間は確保するとして、オートマミニの場合には特にオイルが落ちているかどうかっていうのを確認すると、それからオイルポンプでコンバーターの中を満タンにするっていう時間が準備運転、そういうふうに見てください。事例が あればまた別の機会に、事例があればその実際の車で、どれくらいの時間でポンプが組み上げるのかっていうのは試してみたいと思います。今言ったことを参考にして、ランキングでどれくらいの時間が必要か、俺と違うよってこと、具体的な時間をお話しできませんでしたけども、それぞれの車によって準備運転の時間は違うんだぞっていうことは、今日の話で理解してください。